身体の延長線上として作られた道具や身体の記憶が残るものたち。道具やものは時代の変化、利便性の追求、科学の進歩によりガラクタと呼ばれ、時代の漂流物となりました。そのガラクタたちを現実の虫に似せるのではなく、空想のガラクタ虫に擬態させます。ミメシスインセクトキューブでは、千の虫が解き放たれた空間の中央に座して、身体の行方を思考し、機能美や記憶を刺激する空間を表現します。こういったガラクタと呼ばれるようなものっていうのは、まずは一つ道具として身体の延長線上にあるものだと思うんです。でこういったものもちゃんとこう身体でこう使うための形として、とてもよくできている。身体の延長線上にある、ガラクタを使って、表現する。それと、こういう、楽器だとかおもちゃ、こういったものは使った人の魂が心の中に入ってるんだ。でもこれも捨てられてしまうっていうことを、考えた時に、こういう、虫みたいな生き物の形にして、もう一回みんなにその、歌詞とかいろんなものをもう一回考えるっていうことができれば、ちょっとこれは見てもらっても損はないかな、楽しんでもらえるんじゃないかなっていう意図で制作して応募しました。まあ昆虫が好きだっていうことがまず第一にあります。それは、昆虫っていう、虫っていうのは人間と真逆の進化をしてるんですね。で地球上で人間は自分の形を変えずに周りの環境を変える。で、虫は周りの環境を変えずに自分の形を変えるんですね。虫好きっていうのも確かにありますし、いろんなものの形を作った時に当てはめるとしたら、人間でもないし動物でもないし、虫が一番合ってるんだろうなと思いながら、この擬態という形で虫、擬態虫っていう形でこういろいろ作りました。あのキューブをどう捉えるかっていうことなんですけど、もう完全に僕の場合は虫がごと捉えてしまって、あのこういう古い、時代の漂流物っていう言い方をするんですけど、から外装の方にあのちょっとこうあのやってきましたよっていう、虫がいたりとか、中で、待ってるこういう虫たちも、多分あのじっとしている状態よりも動いてるようなイメージが膨らんでくれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ここにあるのは単なるガラクタなんです。ガラクタも、想像という魔法を使うとこんな面白いものがいっぱいできますよ。大人から子供まで、多分喜んで見てもらえると思うし、楽しんで見ていただければ作った甲斐があります。